2つのすごく重要なキーワードを、まあ、岡田先生から伺ったように、伺ったと思います、非常にたくさんの重要なキーワードがあったと思いますが、特にこの心に残りました2つの、こう言葉がありました、まずその1がこのスライドの中に出ておりました国家の基本原理、というこの、まあ言葉でございます。そしてもう1つが最後の方で、まあ、言われました経済合理性という言葉ですね、この2つの、言葉に非常にこの、まあ思いをこう、まあ、駆り立てられたといいますか触発されたのでその辺のことをちょっとお話をまずは申し上げたいと思います。1時間という時間の制限の中ですからあんまりこう脱線してもいけないんですが、まず国家の基本原理、というこの、まあ、言葉これはものすごく重要なことでございます。そしてこの私の理解が正しければこの日本国憲法というのは、この国家というものに対してその基本原理を守らせるために存在している、それが憲法という枠組みであってその基本原理の、まあ、最たるものとして国家に命じられてこの国民が戦争に今向かうということが二度と再びないようにということが全文にも書かれているわけでございますが、この国家の基本原理というもの、国家というのはどういう存在であるのかということについて我々が今本当にしっかりした認識を持っていないと、まあ、とてつもない方向にまあ、いわば誘われていってしまう、そういう状況にこの今我々は当面していると思います。もう一つこの経済合理性という言葉をが、まあ、提示されました。実を言えばですね、私はこの、まあ、安倍政権の経済政策、一連の経済政策に実を言いますと最も欠けているのが経済合理性だというふうに私は思うので、まあ、ございます。まあ、私は、まあ、おそらく多くの方にご承知いただいていると、推察する通りアベノミクスという言葉は、まあ、今は言いがかり上ちょっと、まあこの1回だけ使うって感じでございますが、まあアベノミクスという言葉に代わる私の言葉は、まあ、アホノミクスで、まあ、ございまして、まあ、僕最近に至ってはアドミクスの穴の上にドをつけるというふうなところまで来ているというようなことを、まあ、あちこちで申し上げておりますが、実を、まあ、これを言い出すとあんまり、こう時間がなくなっちゃいますけど言い始めた行きがかり上やっぱり言いたいと思っておりますが、ごく最近に至りましてはですね、まあ、以上のようなアベノミクスとは言いたくないんだとかですね、あの上にどうつけるんだとか、まあ、いろんなそういうこの注釈めいたもの、あるいはこの、まあ、枕言葉的な説明などを一切つけずにもう当たり前のように初めからこのアホノミクスという言葉しかなかったがごとくアホノミクスアホノミクスアホノミクスというふうに今、連呼する、そういうふうにちょっと方針を切り替えて、まあ、いるのでございます。でこの取り戻したがり病というのは実は本当に厄介な病気だと思います。まあ、グローバルに見ても取り戻したがり病にかかっている、こう人々は意外とこう少なくないと思いますね。で、まあ、ウラジミール・プーチン大統領は帝政ロシアを取り戻したがっているという感じがいたしますし、まあ、この昨今ものすごく大きな問題を我々に提起しているイスラム国 ISIS の人々はイスラム大イスラム圏を取り戻したいというふうに思っている。でまあ、安倍、チームアホノミクスの対象はこう何を取り戻したらいいというと、まあ、これは、まあ、大日本帝国を取り戻したいんだろうなというふうに思います。大日本帝国を取り戻すことに向かって、アホノミクスで、富国を達成し、そして憲法改正で強兵を達成すると、それを通じて大日本帝国を取り戻す、まあ、そんなふうに今発想はこう展開しているのであろうかと、まあ、思うわけで、まあ、ございます。で、まあ、そういう非常にこの強さと力に猛烈に固執するということがこの取り戻したがり病の、まあ、結構グローバルワイドな特徴であるというふうに思います。そこには非常にこの恐ろしい、それは恐ろしいものがあるわけですが、実はこの取り戻したがり病という病にはもう一つとても怖い側面がございます。